高校1年生、2年生、3年生、すべての高校生、ここに集まってきてくれたサンキュー。はい、では、絶賛甲子園の結果を発表したいと思います。で、はい、我々4人でもうすでに採点を済ませているんですけれども、はい、まずは、応募作品をパラパラっとこうまずは見ていきましょう。はい、58作品だったんですけれども、手と食べ物っていう課題です。はい、じゃあどんどん見ていきますね。はい、最初まずこれ、はい、おかきですかね。そうですね。で、団子と、あ、団子ですね、はい、かぼちゃとでですね、うん、カップヌードルですね、チョコレート、ガーリックですね、レンコン、パプリカと、カブ、バナナが向いてるとこですね、パンですね、キノコの山、洋梨ですね、サンドイッチですか、またチョコレート、バナナ。バナナ人気ですね。はい、これは何か柑橘系のもの、はいはい、手とリンゴをかじったりとか、はい、キャベツですね、はい、食パンとそれに塗るチョコレート、塗るやつですね、はい、パンですね、フランスパン系ですね、パンは人気ですね、パンも結構多いですね、かぼちゃ、かぼちゃもまあまあ多いね、人気ですね、UFO 説、UFO かな、UFO かな、まあ、カップの麺ですね、はい、リンゴ、はい、ピザポテト、ピザポテト、はい、またバナナ、抜いてるバナナ、この辺でも珍しいかもしれないですね、下から、はい、枝豆が飲んできたと、クッキーですね、はい、クッキー、肉まん、ケーキの上にこうちょっとフルーツとか乗ってそうな、じゃがりこ、リンゴも多いですね、まあ、これもまあまあ、バナナ、まあ、人気のバナナ、サンドイッチとビシッアイスキャンディー、パプリカ、これはバームクーヘンかな、煮干しですね、ちょっと珍しいタイプ、これはどら焼きだな、じゃがりこ、人気のじゃがりこですね、また、じゃあ、かしわ餅ですかね、パンですね、パンも、人気のかぼちゃ、バーガーから、アボカド、ちょっとシュールな感じ、カイパですね。これは小松菜ですかね、多分、うん、オーレンガン、小松菜、うんうん、はい、ちょっと違う構成ですね、昔、ね、パン、豆に入ってる、あ、豆もあるんですね、2つの食品、うん、おにぎり、動きがあるからね、一瞬まさに握ってる最中、空中抜いてる、奇跡の一番ですね、ちょっと面白いですね、私はまだ、クパンちぎってる、ちょっと変わってるんだ、はい、カレー、はい、これリンゴから聞きたいですね。パンとジャム、ジャムとビーフ、はい、リンゴに水がかかってる。ニンニクと下のはドラゴンフルーツですね。卵、はい、でこれはカマンベールチーズかな、はい、これはちょっと独特でなんか手がいっぱいあって何か白いもの何なのかはちょっとね、こう見る人に委ねられてる感じがします。でこれで最後、まあ、みかんですね、はいはい、じゃあここからは、まあ、採点を終えて、まあ、4人でのそれぞれ採点したものをこう総合して出した順位を発表していきたいと思います。はい、じゃあベスト10を発表します。はい、で、はい、10位から。10位から。はい。じゃあまず、10位と、まあ、9位、まあ、同点ですね。同点。ザンゴ。おぉ、ね。枝のやつ。枝のりんご。気になりましたね、確かに。ただ食べ物も。リンゴ描くよりやっぱ枝描いてる方がなんかちょっとこうもぎ取ろうとしてる瞬間みたいな、うん、そうですね、そういうやっぱ構図の取り方とかはちょっと良かった感じがしますね、うん、あとちょっとリンゴの下の面が見えてて、ね、うん、少しこう高いところのリンゴを取ろうとしてるとか、ね、そんな感じもちょっといいですね、こう低いところじゃなくて、これは S 君、 S 君、 S 君でございます、高さんですね、高さんでございます、図書カードを差し上げます、あ、じゃあ次同点、はい、はい、これです、おお、さっきのポロポロサンドイッチですね、サンドイッチいくつかあったんだけどね、はい、その中でもまあちょっと微妙な色とか、その白いところ、耳のところ、中のハムのところとかね、いろんな色結構かき分けてますよね、あと
まあ、ちょっと指がめり込んでるとか、こういうちょっと柔らかく見える部分がいいですね。パンが細く見える瞬間がいいですね。まあ、画面全体で割とこうなんか迫力あるのがこっちに出てくるとか、あとまあ構図のなんか小さすぎない感じとか、そういうのもちょっと堂々と見えますね。指の微妙な形取りとかもうちょっといいといいんだけどなとは少し思いました。これは同じか、高3で愛さんです。高3、はい、あおめでとうございます。図書カードをお送りします、はい、では次の順位です。ここからは同着で3つ、はい、まあ、6、7、8、同点ですけどね、はい、最初の1枚だこれです。おー、はい、カボチャシリーズ、はい、結構僕いいなと思ってた方ですね、少しどっちかっていうとなんかぼんやり系なんですけど、タッチがそんなにこう目立たないとかこすったりしてるのかな、だから気持ちもうちょっとぼんやりが取れると多分投票集まるかなとは思ったんですけど、まあ、でもなんか妙にリアリティは感じたので、肌質感とかあと全体のバランス、なんかどこにコントラストがあるのかないのかとか、そういうのもすごくよく見れてる感じがしたんで、ちょっとだけカリッとピント合うところがもうちょっと あるとより伸びそうな気はするんですけど、結構シワの方とかはもうちょいピリッとしてくれる、特に親指なんか前にある、それだけでもなんか手の解像度全体的に上がって見えるかな、指先とかね、色がすごい見える感じがいいなと、うん、そうですね。これは高3で Y さんです。 Y さん、はい、おめでとうございます。同じく同点の次です。これだ、おまだこれ入れました。あ結構買ってた、はいはい、あのなんかカリカリ描いている感じが、ね、なんかあの好きだなって思ってるんだろうな、うん、このバナナのことを、うん、でも好きなんだろうなみたいな、のめり込む感じが、ね、かなりあの鉛筆立てて、うん、なんか細部まで執拗に描いてる感じ、手のシワとかあのバナナの中身のとか、うん、皮の内側とか描き込みが密度がある方ですよね。そうですね、はい、僕はこの人も高3で Y さん、 Y さん、はい、Y かぶりですか。Y さん多いですね。 Y 多いですね、はい、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。図書カードをお送りします。同着3枚のうちのラストです。何でしょう、えい、またかぼちゃかぼちゃシリーズですね。あ、はい、じゃあスライスしてるんですね。ちょっと上の方はかぼちゃ、あ、そうですね、スライスのかぼちゃが、いろいろかぼちゃの中でも表情をその種をアップにしてみたり、スライスにしてみたり、塊で見せてみたり、いろいろ盛り上げてるんですね。種のギュッとした感じすごいですね、うん、種のあたりいいですね、 いいですね、うん、全体 そのライティングも結構ドラマチックなライティングで、日向と日陰はっきりつけて、こういうのも選べてる感じがしますね。折れてなかったですね。ちょっとそれもったいないよね。折れ目が少しですね、写真。これユウさん高3ですね。おー、はい、おめでとうございます、はい、おめでとうございます。ご紹介します。同率6位3名でした。かぼちゃが多かったですね、6位は。そうですね、でここからは上位5名ですけれども、この上位5名のうちですね、はい、2、3、4、5が同点だったんですね。3、2、3、4、5、じゃあ1位が、つまり1位がまあ単独トップで、だから同点を今から4人言いますからですね。6、7、8は全員高3ですね。今のところね、高3しか出てきてないからね、強し、はい、ここからベスト5にいるのかってね、高2や高1が入ってくるのか。ではいきます。同着2位が4人いるってことですね。はい、その1枚目、はい、これです。おお、小松菜だと思います。これはですね、これ高2ですね、はい、高2、おー、ついに来ました。おめでとうございます、はい、おめでとうございます。これいいです。 S さんです。これ好き。あ、これ好き。どういうところがいいですか。え、どういうところ、なんか手と食べ物っていうテーマで構成してる感じっていうか、うんうんうん、手の形と選んだ食べ物の形をなんか最大限魅力として伝えられてる感じがいいなと思います。わ、うんうん、かる。これぞかも、かもしれない。構成いいよね、うん、もう構成いいと思って、全体にこう縦だけに攻めたりして、なんかそこの隙間から指出すとか、割となんかこう自由に空中に浮いてる作品とか多いから、奔放に、割とこれ整理してるんで、ここまでちょっと目立ちかわいかったらいいですよね、けど、どうちょっと抗議的なこと言っていいですか。いいですか。こういう話をこれ手っていうのを軽くグーにしてみてください、はい、
ね、グーにしました。これを自然に開きます、はい、ね、またグーにしてください、はい、この時にグーパーグーパーする中で指先の軌道を注目していくと、例えばパーからグーにしていくと、この指先は 手のひらの中央にこう向かっていくんですね。本当ですね、向かっていきますよね、うん、つまりこの絵の今手、この絵の手もこの手が今自然にグーにしていった時のことを想像してください、ね、うん、あ、その時にちょっとこの手の今人差し指、人差し指、特にこれですね、人差し指ね、少しあさっての方向に行きそうな、ね、そこ欲しいなと非常に思いました。うん、他の絵がいいんじゃないでしょうかね、なんか真ん中に行きそうですよね。うん、そんな感じで思いました。ずれちゃったからね、ワンポイントアップ視点がずれちゃったから、うん、書き込みっぷりとかでもすごいいいよね、うん、葉っぱの裏とかすごいすごいいいもりもりしてる形ちょっとね、では次です。はい、あ、ヌテラ、ヌテラいただきました。美味しそうだな、食べたことないけど甘そうカルディとかやってる、本当カルディアリスヌテラ、チョコレートみたいなやつね、うん、出さないですね、出さずしてここに来るのでヌテラの中身を刀を抜かずみたいな蓋は閉めたまま、蓋閉めたまま、これコウさんで、Tさん、Tさん、はい、描写力、結構あの中でも描写力という技術の意味では結構私は上位です、ね、確かにこれ確かに、まあ、中身よりこのなんかロゴとか描きたかったんでしょうね、うんうん、トーンがすごい微妙で綺麗ですよね、うん、黒の中でもすごく順序がついてるっていうか、うん、そうですね、あとパンが、ね、微妙にこうねじれてる、ね、これやっぱパンの柔らかさを出してる、ね、この白い三角の面みたいな、上の面見えたり見えなかったり、このセッティングを、まあ、意図的にねじってると思うんだけど、今度やっぱりパンを柔らかく見せますよね、耳の感じもね、これがいいですよね、鉛筆の使い方をね、いろいろ工夫して髪の目残したりこすってみたり、ちょっとワンポイント改善っていうところも言うと、はい、まあ、これやっぱり瓶で丸いキャップを回転するイメージみたいなのをやっぱイメージどうしてもするんですけど、まあ、その時にちゃんと気持ちよく回るかなみたいな、少し引っかかっちゃいそうな、はい、きちんと円が滑らかに見えるといいですね、なんかちょっと尖っちゃってるような感じが少ししました、うん、はい、では次です。あれ好きでしたね、あ、これはね、これなんとこうなんですね、おおめでとうございます。 H さん、 H さん、これ上手だね、はい、しっかりもう技術持ってる感じで、うん、あと構図 もう思い切って ね思い切ってクローズアップして、うん、だけどあのちゃんと細かい余白とかも作ってるんですよね、クローズアップするとそれはなくなりがちなんだけど、うん、上の方と下の方の指の隙間に小さい余白作ってるので、結構全体の光も綺麗に見えるし、バナナの皮の表面の微妙ななんか柔らかさというかね、そういうのもよく出てるし、かなりいいんじゃないかと思うんですよね。さっきの松野の話もそうですけど、はい、普通この手の甲とかなんか入れたりしなきゃなみたいな意識がちょっとみんなあるのかなみたいな、ちょっと構図が似てくるところがあると思うんですけど、大胆に切ってて、うん、チェイスで。でも自然だし、そんな行為としてちゃんとバナナをなんか向くっていう自然な行為だし。なんかうるさいこと言うと、うん、浮いた方の本体のバナナの方がもうちょいなんでしょう、浮いた方でどっち、中身の、あ、食べる方、白いところがもうちょいなんか分かると、あ、表情見えると、表情見えるとなんかよりなんでしょう、円の中心だから、写真で潰れちゃってるっていうのもあるんですか、撮り方とか白飛びとか、うん、なんか表面に確かにちょっとデコボコあるもんね、うん、中身、それはちょっとあるといいかもしれないですね、うん、ここにね、ちょっと楽しみですね次です。おー、1枚目のおかき、はい、これは、高校3年生の T さん、 T さん、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。まあ、すごくバランスよく仕事してますよね、その手もおかきの方もビニールも、ビニールだよね、ビニールだよね、うん、なんかそれぞれの色もわかるし、光とか質感とかも描き分けてるし、ですね、描きってモチーフ選びがなんか映えそうな感じがしますよね、このため、糊のツヤツヤ感とかもメインの方が出そうとしてる感じがあるし、ね、パッケージにもちょっとラインが入ってたりとか、うん、うまいこと組んでるなっていう感じがしますね、うん、
これで、今到着の2、4枚、2、4名、はい、まあ、このつまり到着4枚の中に2年生が2人がいるわけですね。はい、ありがとうございます。図書カードをお送りします。というわけで、はい、いよいよ1位の発表でございます。はい、あれだ、なんだろう、大賞ですね。大賞ですね。大賞です。大賞です。ではよろしいですか。はい、はい、1位はこれだ。うまいもんね。これうまいもんね。そうですか。これもしかしたら全員が満点。あ、そうですね。これが満点でしたね。はい、はい、全員が全員一度満点。はい。うん。高三ティギ君です。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。これはね、すごくこう組み立ても上手だし、隙間の取り方のその大小の。隙間に大きいとこ小さいとこ作ってメリハリ作ったり、あとまあちょっと肉まんに親指をめり込ませたりして柔らかさを見せたりとか、親指の先端を隠したりね、なんかこういうセッティングもうまいし、あと光影のドラマチックな開け方とかもうまいし、僕58枚パッと並んだ段階で透明一番気になったのはこれでした。これ目いっちゃうよね、光の取り方に。そういう意味で自分もまあこれかなとざっと見たときに最初にやっぱ感じちゃいましたね。演出がめっちゃ効いてますよね。手のシワなんかもちゃんと一つ一つ立体として描いてるみたいな。そういうむずいですね、なかなか。結構そういう細部をしっかり描いてると、なんとなくこう平坦なものにもなりやすいじゃない。こう頑張って全部描いたけど、なんか差がなくなっちゃうみたいな、そういうふうにもなりやすいんだけど、手前の親指から例えば奥の小指までのなんか意識とか、その大きな意識もちゃんとあるんですよね。もうじゃあダメ出すところがないということですか。あ、ちょっとある。割り方が肉まん割るとき、親指でなんかこうなる。あ、もうちょっと自然がいい。なんかデッサンのための割り方みたいな感じがちょっとその食べ物と手っていうテーマだと少し私ちょっと気になる。ああ、そうだね。なんか肉まんを普段割ってる時の感じで映えてるポーズだともっと嬉しいというか。もっと嬉しい。なるほどね。いろいろそこ意見分かれそうだよね。うん、これはこれでいいかなという気もするし、うん、でもまあいろんな感じ方ありますね。ちょっと頭一つ抜け出てたような感じがします。T さん、 T 君、 T 君は、まあ、図書カードだけじゃなくて、あれですね、なんと、夏期講習の一期無料が、あ、親孝行。はい、まあ、ベスト10は以上です。はい、はい、はい、ではここからまあ、今までベスト10は終了しましたけれども、はい、特別賞を、はいはい、特別賞を、はい、まあ、5名、はい、これらの方にも図書カードを出したいと思うので発表します。はいはい、それではまず1つ目、はい、これは高1賞、お、高1の中で一番良かった、はい、可能性、はい、これです。はい、あー、はい、ベーコンのやつですね。ベーコン、ベーコン、ローストビーフ、サンドイッチですね。ビニールとサンドイッチの、これ高一の B 君、D 君、はい、ありがとうございます。はい、どういったところがいいですかね。なんか具のさっき言ったベーコンっていうか、ちょっと中身が分かるの、あそこの具の中心部の、はい、皮があるやつ、あれいいなと思いますね。はい、こうなんか迫る感じの描き方してますよね、中心部あたり、まあ、ポーズが良ければな。どういいか、うん、結構全部収まってて、ちょっとこじんまりしちゃって見えるかなっていうのが、私はこれはもったいないなと思って採点の時見てました、はい。まあ、少しだけ迫る感じはいいんだけど、少しだけ全部の輪郭がちょっと強い感じがして、うん、強いところともうちょっと弱い輪郭があるといいんじゃないかなと。少し線で引き締めすぎちゃうところがあって、迫るのはいいんだけど、はい、濃さを変化させると見栄えがすると。はい、では次は、まあ、4人の先生のそれぞれの個人賞、個人で選んだ個人賞ですね。じゃあとりあえずもう先に絵を見せちゃいます。はい、はい、では個人賞1つ目、これ、お、
豆コーンですね、これは、はい、これは鶴田先生賞です。おー、ありがとうございます。鶴田先生、これはどういったところが。これはですね、はい、枝豆だからこそっていうところがすごくフォーカスしてますよね。その飛び出てくるってこと。そうですね、枝豆をどう触りますかね、皆さんね、ポンとね、うん、そうですね、確かにポンと。で、枝豆触ってるうちに思わず起きちゃうことってどういうことですかね。そうですね、確かにと勢いよく飛び出る、飛び出ちゃうなっていう、あるあるね本当にね、うん、そのモチーフと手の関わりというところでの問題において、ね、うん、誰もが共感得そうな、確かに、うん、そういうシーンをちゃんと選んでいるというか、うん、そこがすごく良かったですね。なるほど。だからこそ、ちょっと高3のとても上手な君、ね、これ高2なんですか。いや、上手な方にちょっと。これは、ね、ああ、なるほど、なるほど、うん、この人にじゃなくて、この人だから、この人高2なんですね。高2です、すごい、うん、ちょっとこうね、もうかなり上手で、うん、もうかなり呼び込み向いてて慣れてるような方、うん、ね、ね、いつもそのポーズやってるだろうみたいな、ね、厳しいそういうね、いくら上手くてもちょっとそれぐらい僕は引っかかっちゃいました。モチーフによって確かに上手なんですけど、変えようよと。そうですね、いいですか、はい、まあ、その辺対応がいいとね、これを狙ってほしい、はい、そう思います。N さん、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、それでは次です。はい、えい、あ、お、はい、これは山岸さん賞です。はい、これは高3の A さんです。はい、これどういったところが。これなんかパッと見のなんかちょっとなんだろう、淡いトーンっていうか、全体に明るい色みたいな、全体的になんだろう、グレーっぽいトーンで、うん、ちょっとなんか他のデッサンとは違う感じなんですけど、うん、なんかそこがパッと見綺麗だなって感じたのと、あとやっぱこれもさっきその枝豆のやつとか、なんか小松菜のとかと同じで、もうなんかじゃがりこだからこそできるこの形のシルエットというか、細かい細いのが何個もバーってなって、大きい手が間にあるみたいなのが、なんかこのモチーフでしか出せないかなと思ってこれを選びました。なるほどね。やっぱパッと見の、なんだろう、柿味というか、なんか表面処理というか、なんかその鉛筆の書き方の終わらせ方みたいなのがちょっといいなと思う。これなんか僕もすごい気になってて、うん、すごいあの印象に残ってた絵なんですよね。今言われてたように、あんまり強い黒ないんだけど、うん、中間グレーというかちょっと明るめの色で描いていて、こういう絵って割とあの難しいんですよね。なんかメリハリがなくなりやすいから、うん、難しいのに、なんかでもこの絵はあのちょっと例外的にいいなと思って、そのちょっと黒色がない割には、うん、それはすごい、なんでなんだろうとかすごい気になって、うん、でも手見てもじゃがりこの中見ても結構光影を意識してるんですよね。このじゃがりこの中身の描かない処理ってここら辺ね、多いでないと光が勝ってるね。だからすごい光感じて空間感じるので、なんか真っ暗くすれば光と影が出るってものじゃなくて、あのなんか淡いトーンでもそういうの出るんだなって感じで、いいですね、柔らかいと綺麗です。はい、では次いきます。はい、あ、これは、はい、マイケル賞です。私です、はい、これは Y さん、はい、3年です、はい、独特ですよね、これ。そうですね、はい、これはいいなと思いました、うん、これはちょっと印象残るね、うん、なんか手と食べ物、手が1本じゃなくて、なんか複数の人の手なのか、はい、それともこの1個の手の軌跡なのか分かんないんですけど、うん、この手の特徴を残したり消したりする、うん、だけど手がこう動きが分かるっていうのがかなりレベル高い高校生なのか、本当にって思う。かなりうまいよね、そうです、技術的に。しかもこんだけバシャーってやって、ちゃんと中心のなんか目の行きどころ、止まるところみたいなのがあって、この多分下から透明のテーブルにから下から撮ってるみたいなアングルに私は見えたんですけど、なんか指5本のところがあるじゃないですか、中心に。これはなんか食べるらしさな感じがすごい私はして、なんか動作から行動が想像できて、あ、すごい面白いなと思って見れました、うん、そうですね、いや僕もすごくこれ好きですね。なんかものすごくね、あの緩急があるんですよね、そうですね、手も
いっぱいあるけど、全部書きまくってるわけじゃなくて、なんか書くとこと消えちゃうとことか、画面全体を見てて、なんかすごい感覚的に強めたり弱めたり探ってて、いいところでやめてるみたいな。緩急でいうと、いい緩って難しいですよね。急の方が結構頑張ればよくなる気がしますけど。緩むの緩い方が結構難しいかなと。なんかすごい味わい深い感じがしますね。なんかあといろいろ想像させるというか、はっきりしてない分想像させる面白さがすごくあって、あとなんか色味も複雑で、技術的にもすごく高い感じがしました。はい、では次です。はい、これは酒井が選びました。おめでとうございます。はい、高2の S さん、 S さん、はい、はい、はい、おめでとうございます。これは何が、これはね、はい、目を細めて画面全体を見たときに、すごく空間や量がリアルで、すごい明暗が調和してるんですよね。そのちょっとだけぼやっとしてるので、表現が。その分、こうなんか見る人によってはちょっと切れ味がないとか、途中っぽいとか見えるかなとは思うんですけど、でもなんかそれを、そのぼやっとしてるのも含めて、なんかすごいこう全体の調和を大事にしてる、一箇所一箇所というよりは。なんかそういう感じが、すごく雰囲気があったし、あとその上に乗ってるみかんがちょっとこう光ってる場所があるでしょ。あの辺りのハイライトのチリチリした形とか、すごい本当っぽいんですよね。だからぼやけてると言っても、細かいところからもなんか伝わってくるものが結構リアルだし、なかなかね、トーンが見れる人だなって感じがして、その辺はすごいなんか説得力を感じました。なるほど。最初これ見た時、確かにちょっとボケっとしてるなと思ったんですけど、今言われて、全て見てみるとすごい結構リアルなんですよね。前後感もすごい、うん、ありますね。こっちと見れてくるみたいなね。めちゃくちゃ綺麗な光で、握ってる方のみかんに落ちる影とかも、指の影とかうまく機能してるし、まあ、ちょっと改善点言うと、指先かなと僕は思います。3つぐらいこう伸ばして、小指とか人差し指、親指の伸ばしてる指の先が見えてるんだけど、この指先がね、もう少しなんか形取りとかしっかり取りたいんですね。まあ、別にその多少ぼやけてもいいんだけど、なんかちょっと形取りに不安があるなって感じがする。指先とかいますよね。でも全体感がすごいいいですね。はい、いいですか。はい、はい、今のじゃあ高一から、個人賞4名含めた5名の方を、5名の方にも図書カードをお送りしますので、あげたいですね。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、というわけで、はいはい、以上、デッサン甲子園の採点、公表を終わります。皆さんご応募ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、また次回、はい、また次回よろしくお願いします。